ちは、みゆかです。今日は離乳食を作ります。はい、こちらです。こちら今アク抜けをしているほうれん草としらす、かぼちゃ、キャベツ、玉ねぎ、ブロッコリー、豆腐。これはダイソーで買ってきたお茶パックです。このやり方は私も YouTube 見て、こんなやり方があるんだと思って真似してみようと思って今やります。1、2、3、4。このお茶パックに入れて茹でるんだって。簡単だし良くない？また作りすぎることになっちゃうから、ちょっとずつ意識して作っていきます。4分の1でいいかもしれない。入らないし、これです、お茶パック。私も初めて作る。こうなってて、ここが開くの、はい、この中に玉ねぎ入れました。これで茹でると、残りは私が食べる。次キャベツ、この芯を切って、このぐらい、これちょっと硬いとこはなるべく入れないで、葉っぱの方で。感じに細かくしたやつ、ブロッコリーはふさふさの部分を、楽しいね。で、ほうれん草、ほうれん草は別で茹でた方がいいらしいです。ハゲたブロッコリー、やだ、なんかごめんね、私が食べるよ。なんかしらすは塩抜きっていうのをやるらしくて、ほんとはこんな大きいやつじゃなくて、ちっちゃいのがあればここにお湯を入れるの。お湯でつけといて、そしたらこんな感じです。
何回かお湯にくぐらせるんだって。さっきの茹で汁ですね。黄緑だ。この色が薄いものから順番にブレンダーしていくと洗わなくて済むで楽用だよって言ってた玉ねぎかな。マスターマネーギ入れます。ちょっとじゃあいきますね。量が少なくて全然できないわ。トロトロになりました。はい、キャベツ。次ブロッコリー。次、かぼちゃかな。あ、おいしそう。次、ほうれん草。うん、レベル高いな、これ。バジルみたいな。私はこういう作業が好きなので作ってるだけです。無理して作らなくていいんですよ。すごい可愛いです。やばい、可愛い。あ、見えない。あら、かぁ、え、かわいいんだけど。ほら、見てください。できました。これを冷凍させよう。豆腐はね、入れるところがなくなっちゃったので、これが固まったらやります。で、あとこれ今もう食べてるやつなんだけど、人参さんとこのおかゆ、あと2個。こんな感じ。あ、かわいい。で、固まったらこれパキパキ外してこの中入れて、でまたね、やろうと思います。これとか結構サラサラだったじゃん。だからそういう時に、その食べる直前にこういうのを入れたりすると食べやすくなっていいらしいよ。こんな感じかな、原材料。使いたくない人もいると思いますので、それはご自由にというか、もし本当にこれ食べづらかったらこれやってみようかなって思ってます。なんかさ、可愛くない？絵の具のなんかパレットみたいで、思い出として残しておきたい。でもこんなのは無理してしなくてもいいです。私はちょっと体験したかったんで体験させていただきました。ベイビー、あ、ベイビーレッドウェディング、BLW 赤ちゃん主導の離乳っていうものもあったりして、それはこういうふうに大人が潰してこう口に持っていくやり方じゃなくて、赤ちゃんにそのスティック状にしたり、なんていうの、赤ちゃんが自分でその持って触って食べるっていうやり方もあるんですよ。それも今度やってみたいなと思って、こういう離乳食をあげるのもやってみたかったし、そういうなんかイギリス発祥なんだってそれ、海外で主流のその離乳の仕方もやってみたいと思ってます。はい、興味があるだけなので、はい、気にしないでください。で、今度それも、まあでもそれは結構ね、なんかいろいろ言われガチなので、あげるかどうかわかんないけど、そういうのはやってみたいと思ってます。そういう感じ。
別に離乳食なんてあげなくても生きていけるというか、人間という生物はすごい発達して強いので、そのベイビーレッドウェーニングももう肉とかこうしゃぶりついたりするんですよ。スティックのブロッコリーだとかアボカドとかあげちゃってる、あげちゃってるというか普通にあげてるらしい。その吸うだけでも栄養が十分という話、またそういう動画もあげれたらなと思っていますので、気にしないでください。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメント、リサのフォローお願いします。